では実際の納品に取り掛かりましょうセラーセントラルでインベントリーの上にマウスを置き「マネージ FBA シップメンツ」を選択しますシッピング9ページで作成済みの納品プランが表示されます納品を開始するには「ワークオンシップメント」をクリックします これ以降の手順は配送方法として小口配送 SPD トラック貨物 LTL フルトラックロード FTL のどれを選択するかによって異なります LTL と FTL では受け入れの予約を行う必要があります商品をフルフィルメントセンターに送る際の配送業者について基本的に制限はありません 確実に安全に配送してくれる業者を選びましょうそれでは小口配送を例に手順を見てみましょう納品する箱の数を指定します複数の箱を納品する場合はそれぞれの箱の寸法を入力する必要があります1箱の重量は 22kg までという制限がありますのでご注意ください 米国内のアマゾンパートナーキャリアを使用する場合は、カルキュレートをクリックして見積もりに進みます。別のキャリアの場合は、項目2のシッピングサービスでアザーキャリアを選んだ上で、項目後のシッピングラベルに箱の数を入力してから箱ラベルの印刷を行ってください。ltl または ftl で納品する場合、手順が少し異なります。 納品する箱の数を設定すると、必要なラベルの数が自動的に更新されます。プリントボックスラベル図をクリックすると、PDF が開くので、適切な用紙に印刷してください。LTL と FTL の場合は、パレットで納品することになります。この方法を利用する場合、重量は6 8ラム以上である必要があります。各パレットの高さも入力する必要があります。 幅と奥行きは標準で決ままっていますアマゾンのパートナーキャリアを使用する場合は出荷の日付を入れて見積もりを行ってくださいそれ以外のキャリアを使用する場合はシッピングチャージの項目の入力は不要ですこれでパレットのラベルを印刷する準備ができましたパレットごとに4枚 各側面に一枚ずつのラベルを印刷します。SPD の場合、箱ごとに2枚となります。FBA ラベルは、フルフィルメントセンターでパレットや箱が到着した際、中身を照合するために使用されます。箱の準備を行う際は、必ず次のアマゾンの梱包要件に従ってください。 箱ごとに同じ納品番号の商品を入れる必要があります異なる納品番号の商品を一緒に入れないようにしてください混在した状態で納品すると結果的に販売開始までの時間が長くなりますまた商品ラベルと同様 FBA ラベルを箱の角、縁、あるいは継ぎ目には添付しないでください最後にコンプリートシップメントをクリックしますサマリーページが表示されます Amazon パートナーキャリアに SPD を依頼している場合は箱ごとの追跡番号は自動入力されます他の配送業者に依頼している場合は手動で個別入力もしくは一括でアップロードすることができます LTL または FTL で納品する場合は船に証券が必要です船に証券は BOL やフレイトナンバーとも呼ばれています Amazon パートナーキャリアに依頼している場合は BOL は自動的に生成されます他の配送業者の場合は独自の BOL が必要ですサマリーページでは配送状況を追跡することが可能です商品が到着受領棚入れ完了されるたびにこのページ上のステータスが変わります配送に問題が発生すると赤いマークが表示されます 配送のステータスがチェックとインの場合、商品の少なくとも一部は到着しているが、まだ開梱されていないことを示します。フルフィルメントセンターが箱を開けて商品ラベルのスキャンを開始すると、ステータスがレシービングに変わります。すべての商品が開梱され、棚入れされ、出荷の準備ができたら、ステータスがクローズドに変わります。これは商品が販売可能となったことを意味します。 フルフィルメントバイアマゾン、FBA についての説明は以上です。ビジネスをよりスピーディーにし、より高い配送品質とカスタマーサービスを提供する FBA の利用をぜひご検討ください。<music>